龍が初優勝本日大相撲初場所にて徳勝龍が初優勝いたしましたこの徳勝龍幕の内の中で番付が最も低い幕尻となっておりこの幕尻での優勝は20年ぶりの快挙でございますまた 33歳5ヶ月での初優勝は歴代3番目の年長記録であり奈良県出身の力士の優勝は98年ぶりの2度目となりましたこの日本の伝統である相撲最近はどうも格闘技のようになりつつあるんですが ぜひとも相撲協会には、日本の伝統である相撲を今後も守っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご静聴いただきありがとうございました。